基本巨人とヤクルトのせいでセリーブの打率壊れる。こちらセリーブとパリーブの成績の比較、パリーブも一人おかしい人がいますが、全体的にセリーブの方が上です。3割超えバッター、パリーブの3倍以上になる。どう責任取るんや。木浪規定打席行ってないのか。打程とは何だったのか。完全にこの2球団のせいや。柳田おかわりが無双するリーグもう終わりだよ。交流戦でパリーグにめちゃくちゃにされるわ。めちゃくちゃやこんな記録。セリーグ等を壊してるから、果たして下がるのかこれ。パリーグの4位、セリーグの10位圏外。等壊してる上に箱庭やからなこいつら、そらそうなるわ。両リーグ若手がだらしないな、衰えたおじさんに負けてるじゃねえか。横浜が一つがっててないの巨人なんだよな。その分ヤクルトで稼いで、他の球団は巨人で稼いでるからウィン対ウィンや。ちなやくやが巨人のせいやろう、ヤクルトのせいではない。もうめちゃくちゃやんけ。ご視聴ありがとうございました。